はあなたに呪え。スペックにつきましては、パチンコのイメージをそのままに純増約3枚、継続率最大 80% の AT 機となっており、パチンコリングユーザーはもちろんのこと、パチスロユーザーにも納得していただけるスペックとなっております。そして本機種は専用筐体となっており、パチンコリング2呪いの7日間で好評だった呪いの手悪者を搭載し、インパクトあるアイキャッチにしただけではなく、さらにディールサイドには携帯悪者を搭載することでリングの世界観にマッチングした筐体に仕上がっております。続きましてゲーム性についてご説明いたします。本機は自力解除ゾーンとなる暴君ゾーンから始まり、貞子ボーナスを得てメダルの獲得のメインケーキとなりますワンセット40ゲームプラスアルファの AT 呪縛ラッシュに突入する流れとなっております。呪縛ラッシュ中ではパチンコでおなじみのデジャブパニック、その他にも本機2台上乗せ特化ゾーンとなる貞子アタック、絶叫ランブなど多彩な上乗せ演出も搭載されておりますので、後ほどの試打会でお楽しみください。